衣装似合ってる。あ、衣装似合ってる、うん、衣装似合ってますよ。ありがとうございます。ジョニーっぽい借り物私もです。撮影の感想ですか。いや、初めすっごいみんなこう硬くて確かに。やっぱ初顔合わせ、まあ、レコーディングの時もいらっしゃった方がほとんどだったんですけど、初顔合わせみたいなもんだったんで、初めちょっと硬いなみたいな、あの目合わすのもちょっと恥ずかしいなみたいなだったんですけど、あのすごい最終的には本当にもともとあったバンドみたいと思って、何回かテイク重ねるうちに、すごい最後は楽しかったですね。はい、私は、まあ、いつもあの一緒に音を出してくれてる方々なので楽しくできたし、あのジョニー君が今言ってたように、なんかこのメンバーで普通にライブしてる感覚になって、うん、ライブしたくなったっていうそうだね、素直な、うん、気持ちですね。まあ、ジョニー本当来てくれてすごい嬉しかったですね。ありがとうございます。いや、あー、すごいバンジョーたくさん出してくれてありがとうございますって感じ。はい、そうですね。だからでも初めあのデモを送ってもらった時に、あ、すごい竹内こんな曲もやるんだって、すごいカントリーじゃんと思って、うんうん、すごいまずテンションあったっていうのと確かに、うん、もうだから任せてみたいな感じで乗り込んできたんですけど、うんうんうん、いやでも本当に楽しかったですね。だから、うん、あと僕はもともとやっぱりあのケイちゃんにカントリーっぽいことをやってほしいなってずっと思ってたので、うんうん、絶対言ってた気がする。言ってたよね。言ってた言ってた言ってた、そうなんですよ、うん、っていたので、うん、だからそういう意味でもすごく念願かなった感じがありましたし、うんうん、なんか本当に盤上で呼んでくれて感謝ですね、うん、本当にありがとうございましたって感じ。はい、楽しかったです。いや、もうジョニーの盤上は昔から大好きなので、あと、いや、まあ分かんない、私がちょっと無知なだけだかもしれないんですけど、私の知っている限りではジョニーより盤上上手い人本当いないですね、本当に。だからあの今回フワイアムが出来上がって、でちょっとカントリーっぽくしたいねってなった時にも、うん、でバンジョーとかいいんじゃないかってなった時にも、うん、すぐさまジョニー、まあ、むしろジョニーしか思い浮かばないんだけども、はい、ジョニーに弾いてもらえないかなと思って、はい、で呼んで、うん、実際レコーディング始まったら、うん、もうあのディレクションブースから聞いてたんですけど、うん、予想を上回る本当にプレーをしてくれまして、やったー、ソロとかね、ソロね、最高だったし、もうワンパターンあったんだよね、うん、本当はね、ソロが、うんうん、で本当どっちにしようって迷ったんだけど、うん、今あの採用させてもらってる方になって、うん、もうワンパターンもね、うん、また聞きたいなって、またボーナストラックでしょ、うん、そうそうね、って思うくらい、うん、本当テンション上がるレコーディングでした。嬉しい。一番最初は本当、まああの何年前なんだあれは、2010年ですね。10だから、僕がだから東京出てきたばっかりの時なんで、うんうん、2010年の14年、ちょうどでも今どぐらいの時期だったかもしれないですね。ちょうどだったかも。本当ちょうど14年前ぐらい。春先なんですけど、このインタビューちなみに、うん、あ、そうですね。4月なんですけど、あの、で2010年の春先に、うん、それこそあのプレイユーハウス、うんうん、グースハウスの前の、うんまあ、原型ですね、うん、それをやるっていうので、その当時のメンバーがこう集められて、市ヶ谷かの市ヶ谷だね、うん、市ヶ谷だったね、ソニーの会議室で、そこで初めて見ました、うん、見ました。そこで本当に初めて知ったよね、うん、お互いね、うんうん、本当そう、うん、小僧と小娘小僧と小娘本当に、うん、あの時は何でしょう、もう地方から出てきたばっかりだったから、
みんな垢抜けて見えて、ええ、だけいちゃんも最初うわうわ顔ちっちゃーそうだね気強そうなんかそれは言われるね気強そうはねうわー顔強いんだろうなと思ってでそしたらすごいいい子だった ね, ねそれは分からないけどあ今でもあの予想に反してなんかすごい、うん、なんかほんもう中身はすごいトリッキーな人だったいやいやあんま印象変わんないぞ今の初印象とそうそこから本当に初めてでしたね、うん、そうね、うん、ジョニーの初めての印象はあんま覚えてない初めましての時はいやそんなもんよね覚えてない、うん、そんなもんだと細かったっていうとにかく細くって 、うん、って感じそれだけかよ名前覚えて私もビクビクしてたからみんな年上だったしあみんな結構年上だったからまだ高校生大学生になってなかったと思うもう一番最初は18だったしなのでちょっとビクビクしてたああそうなんだね、うん、全然そんな感じ見えなかったけどそうそういう時逆にムスッとするからああ分かる気がする分かる気がするそうです、うん、それですそうですねそんな感じですはいあなんあ分からない私はジョニーくんだと思うジョニーくんだったかも、うん、最初はね一番最初ジョニーくん僕ケイちゃんかなやっぱり竹淵かケイちゃん竹淵もう僕は性格的に絶対呼び捨てなんかできない最初あそうか性格的にねそうだね最初はそうだね最初はケイちゃんだなんだろうケイちゃんかな多分そう竹淵さんではないと思う本当とするとケイちゃんだと思うそっか、うん、ケイちゃんあそれは盲点だったな全然覚えてない最初どれうんケイちゃんいやでも意外と竹淵さんとか言ってた可能性あるよいやまあ小心者だもんね小心者だからジョニーでも多分ケイちゃんだと最初も最初もこう言わせてもらって最初も腰低くいきますから、うん、でも、はい、ジョニー君とケイちゃんだったと思うそっか、想像つかねえ、うん、全県は回ったことないかいや全県ない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 よないっすよまあなかなか大変ですよねもう想像もつかないぐらい大変だろうなと思うんですけど、うん、まあ一つはまあ楽しむということですね、うんうん、であとはまあどうだろう、まあ、弾き語りって本当に自由なんで、うん、バンドと違ってね、うん、まあ弾き語りの自由さってすごいあるから、うん、まあそういうのを一つ一つうん、だからなんかこう守りに行くよりはこう攻めに行くぐらいの感じでなるほど私はいいんじゃないかなと思ってます、はいうん、でせっかく40だから47都道府県ってことで47本なんでしょ、うん、いやもうすごいもう終わった時はすごいだろうねそうだねそうだねうんなんか多分ね本当に感じたことのない成長をねきっと感じると思うんで、うんうん、まあその辺はもうまあうん、今から楽しみに しろっていうのはちょっと無理があると思うけど、うん、まだ緊張とかの方が勝ると思うんですけどいろんなね心配事とかの方がいやでも絶対そのうちなんかこうね目に見えて何かが成長していくのじゃないかなと、うん、これ以上ちょっとあのKさんに成長されたら困るんですけどいやいやいややっぱ一応ライバルとしてもねよく見てるの本当そうですよ本当いや本当、うん、やっぱねこれ以上成長されたらすごい嫌だなと思うんですけどでももう本当に何回りも大きくなったケイちゃんをやっぱ見てみたいなっていう気持ちの方がすごい強いです、はい、ありがとうございます、ねうん、成長しちゃいたいと思います、うん、成長して、はい、あのたくさん呼んでくださいあ確かになんか遊びに来るえ引きに来ちゃうとかそうだから僕はだから地元新潟県なんであそうだよ、ね、新潟県は見たいし、うん、あとやっぱ仙台あうんうんうん、ですね仙台はやっぱり大学の時に住んでたんでそうだよねで場所も仙台は会場も知ってるあそうやったこと1回だけやったことある、うんうん、すごいいい場所なんだけど、うんうん、
あそこでやるんだと思って、だそれはねちょっと 見たいですね。せっかく見に来てくれるならね呼びたくなっちゃいますけどじゃあもう最初からと、うん、最後までギター一本で、じゃあ私はマイク一本で行きます。いやなんだそりゃ、なんだそれちょっと私はこう肩の荷がちょっと降りるっていう、ね、のもあるかもしれません。まあそのじゃあちょっと新潟仙台どちらか、仙台はちょっとね予定が合えば、うん、ね、遊びに来たらなと思いますね、うん、頑張ります、はいうんはい、ありがとうございます。ジョニーくんなんだこれいやなんかまあ何回かね、うん、グループ辞めてからもジョニーとはね、うん、一緒に歌ったり動画も出てもらったり出させてもらったりそうそう、うん、したけども、うん、自分のオリジナルに参加してもらって、うん、音源で、うん、っていうのは初めてだったし、あ確かにそう、うん、でオリジナルでこう動画に出てもらうのも初めてだったから、うん、密かにずっと夢ではあった夢というか目標ではあったんですよ。そうマジ？そうそうそう、ジョニーのギターなり、うんまあ、バンジョ今回バンジョだったけど、うん、演奏で自分のオリジナルで弾いてもらうっていうのをすごいずっとやってもらいたかったから、あ嬉しい。いやそうなんですよ、だからジョニーのギターでもいつか、うん、また歌いたいし、あマンドリンもねいいなと思ったのね実は今回他のさアルバムの曲とかでマンドリン合いそうな曲もあるなとか思ったから、うん、そういうのも思ったし、うん、あとはね普通に一緒に歌ったりももちろんしたいしね、あ確かにそうだからますますこれから一緒にまたねできたらなって思います。来ました、来ましたって絶対いつも言うやつです。聞いてるでしょうよ、忘れないでください、忘れないでください、元気をもらいました、はいうん、ここは使うか分からない、はい、ということで、ね、はい、はい、本当に今回ありがとうございました。ありがとうございます、心よく最高のプレーをありがとうございます。またお願いします。うん、またね、うん、また頑張りましょう。Yes バイバイ、はい、ジョニーでした、ジョニーでした、 WHK